私も皆さんと一緒に盛り上げていけるように頑張ります。よろしくお願いします。すごい定型文言うのめちゃめちゃ上手じゃんバーチャルならではの可能性と現実リアルでどこまでできるかってところがすごくこの魅力だなって個人的には思っていて、応援サポーターの桃色クローバー Z 玉井詩織さんです。お願いします。桃色クローバー Z の玉井詩織です。一緒に私も皆さんと一緒に盛り上げていけるように頑張ります。よろしくお願いします。皆様ありがとうございました。綿貫泉役をやらせていただきます秋元才加です。アイドル活動を経てのこのマネージャーという役にすごく個人的に感慨深く思っていますし、恩返しがこうアイドルが素晴らしいんだよ、アイドルのいいところとかキラキラしてるところをこのアイカツプラネットを通してたくさんの方に知っていただけたら嬉しいなと思います。すでに愛されている作品ですけれども、アイカツプラネットをこうみんなと共に盛り上げていけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。そうですね、アイカツ新プロジェクトのことをすごい説明するっていうのがすごい緊張してたんですけど、みんな一人一人の個性を皆さんに伝えられたかなと思います。これからもっと頑張りますすごい定型文言うのめちゃめちゃ上手じゃんありがとうございます今回のプロジェクトがアニメはもちろん、そこから実写って本当に今までなかった試みだと思うんですけれども、その中でそのリアルとバーチャルのがこうミックスするってすごく難しかったことだと思うんですけども、そこに挑戦していて、バーチャルならではの可能性と現実リアルでどこまでできるかってところがすごくこの魅力だなって個人的には思っていて、彼女たちもこの番組を通してユニットも活動するんだもんね。そうですね、スターリープラネットとして活動します。なので彼女たちの成長していく姿っていうのもリアルですし、なんかそういうところもう私たちもまだ初めてのことなので楽しみがいっぱいなんですけれども、リアルだけどリアルじゃないっていうその新しいところ楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。はい、すいません、まだまだ新米マネージャーですいません。ありがとうございました。はい、主人公音羽麻衣役の伊達海也です。これから初めてなことが多いんですけど、これからもっともっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、玉城瑠璃役の小倉莉央です。この作品でさまざまなことを学ばせてもらってます。これからも楽しく笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。月城あゆみ役の水木です。この作品を通して、みんなに元気を与えられるような存在になっていけたらいいなって思います。よろしくお願いします。梅小路京子役長尾静音です。みんなで力を合わせてこのアイカツが盛り上がれるようにみんなで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。元谷しおり役の渡辺リオンです。よろしくお願いします。フリマン役のエミです。失敗もたくさんありましたが頑張ります。よろしくお願いします。日向めいさ役の宇野なるみです。全力でアイカツを楽しみたいと思います。よろしくお願いします。糸井沙羅役の宇野瑠璃花です。こういった年が上の方の役は初めてなんですけれど、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。